イカリジン、またはピカリジンは、昆虫などの機器剤として用いられる、化合物である。1-2ピペリジン、2-1、ピペリジンカルボナアシトイメサルプロープルエステルの他に、ベイリペル、ソウルティデン、KBR3023、セックブチルにピペリジン -1 カーバックスレイト、とも呼ばれる。分子量229.32、有点摂氏170度以下。 沸点摂ン摂百296度で、常温では無色液体である。水には溶けにくく、アセトンなどの有機溶媒によく溶ける。CAS 登録番号、119515から38から7。西ドイツのバイエルがディートに代わる機器剤として開発し、1986年にベイリペルと命名。1998年に初めて市販された。 2005年にバイエルから分社したランクセス社のソウルティゴ、GMBH は2008年に商品名、ソウルティデンで販売した。イカリジンはディートと同等の効果があり、ディートのような皮膚刺激性がない。世界保健機関によると、イカリジンはディートの代替として同等、またはディートより優れている。アメリカ疾病予防管理センターは、カノキ機材として、イカリジン、ディート、 IR3535 レモンオイル P メンサイン -3 ハチダイウール PMD 含有油を挙げている。イカリジンはディートと違ってプラスチックを溶かさない。またディートにはない有用性として小児への使用制限、回数制限がない。ディート特有の嫌な匂いがない。繊維や樹脂を痛めにくく、服の上から使用してもほとんど影響を生じない。かつて イカリジン含有製品はコンシューマーレポートで7%の濃度で有効とされていた。2006年のコンシューマーレポートは7%溶液はデング熱を媒介するヤブカに対して効果が少ないまたは効果がないウエストナイル熱を媒介するイエカに対しては2.5時間の効果がある15%溶液はヤブカは約1時間。 家科は4.8時間の効果があると報告している。2016年のコンシューマーレポートでは20%の濃度で用いると最も効果的な虫除けであると報告している。オーストラリア軍でも20%溶液を採用している。ステリオイセマーズ・オブ・アケレディ・ミイカリジンは構造中に2つ立体中心があり、ヒドルキシエチルモトが缶につながる部分と セックブチル元がカルバメートの酸素につながる部分である。市販されているイカリジンは4つの光学異性体の混合物である。2015年1月現在、米国、欧州、オーストラリアなど54カ国以上で販売されているイカリジン製剤は、濃度5から30%のポンプスプレー剤、10から20%のエアゾール剤、2から25%のロールオン製剤があった。 2015年2月、日本で初めて、100ml 中に、イカリジン 5.0g が暗有する5%エアゾール、製材3材、スキンベエップ D1、エルムシオケスプレー IC が医薬部外品として、審査承認された。それまで日本で承認されていた、機器剤は、ディートのみであった。デン熱や自家熱の流行に注目が集まる中、2016年6月15日、 厚生労働省は、ディート30%がんゆまたは、イカリジン15%がんゆうのポンプスプレー剤、エアゾール剤の高濃度虫よけ剤開発を急がせるため、製造販売承認の迅速審査を発表した。これを受けて開発が進み、2016年8月、フマキラーは、イカリジン15%を含む、医薬部外品製剤の緊急発売を発表した。イカリジンとディートは、 なぜ気候化をもたらすのかが不明であるが、両在ともに、熱帯家カに対しては、クイーア136クイーアコという、嗅覚需要体の関与が示唆されている。最近の研究で、浜田らかのオーディラントバインディングプロテイン1と、イカリ人結合体の結晶構造が明らかとなり、イカリ人は、ディートの結合サイトに対して2種類の結合をすること。 また、アガマブップ1のマ末側に2つ目の結合サイトがあることが示された。2015年、厚生労働省の議事録には、怒り人の効果について、昆虫の触覚の感覚史上に存在する需要体に作用し、人などの吸血源の認知を阻害することで、寄避効果を発揮すると考えられていると報告している。ありがとうございます。